涙が詰まって言えないよ。みんなこうやってんの、こうやって手いちゃうの、なんかこうやって、マジで。いや、言っとくけど、うん、言っとく言っとくけど、ちょっと俺おめえだよベーだよお前、言っとくけどさ、言っとくけど、うち何もしてないからね、うん、うち何も悪くないから。え、絵の具それしかないわけ。まあ、だけど何でその対抗してあるんだ。まあ、だるけど上の部分はもうコーティングできました。で、今から自分の二刀を描いていきます。はい、よーし、これが本番やぞ。これも地味そうよ。おい、頼むぞおい。あードビー、あんまわからんこれ。誰か、何やってんだお前、描き足下手くそか、お前態度上げてください態度上げてくださいじゃねえんだよお前。いろいろ収まんねえから。行くぜ！にゃーん！じゃーん！うお！隕石落ちてきた！すごい！ほらー！うわー！怖ーこの子！怖い怖い怖い！何？なんで？なんでやったの今？私もイライラしてて。マジで？言ってよ！怖い！いいですか？いいよ！せーの。ちょ、待って待って。ねえ、話聞いてた？聞いてなかったんですね。こうだこうだ。いいですか？いいよ。せーの。ちょっと待って。アホや。この子ね、すごかったんだよ。これでね。これでね。これでね。行きます。おいおいラマラマラマ、次偏見読んできます。はい、パンツにうんこついてそう。やだ、もうこんな可愛いの食ってんのに、もううまうまいうまい、やばいやばい、企画終わる終わる企画終わる。あ、え、いや、美味しい。そんな甘くないじゃん。うん、きつい。なんかおい、待て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 、おい、何してんだよ。チート使ってんじゃねえよ。みんなで食べた方が美味しいかな。いやいや、そういう企画じゃねえんだよ。その間にちょっとドミちゃんの偏見。めんどくさいことも楽しめる心とか、好奇心ととてもありそう。本当ですか？ものによる。でもめんどくさがり屋でしょ、絶対。めんどくさがり屋ですね、私。めんどくさがり屋、大雑把で臭いでしょ。臭いよっち。で、足臭いでしょ。よっち。で、足も臭くてさ、口も臭いってやばいな、マジで。さあ、その偏見嫌なんだけど、俺。うんこついてるんでしょ。味変しようとか。味変しようかな。そうね。これ、次ちょっとこれいきたいと思います。味変のために。いただきます。どう？同じ。同じか。味同じ。でけえだけか。ちゃんがギブアップしちゃうのか。さあ、どうだ、自分との戦いだ。帰りてぇって言っちゃったよ、もう帰りてぇって言っちゃったりダメ。今回はですね、はい、ドミちゃん初の高速道路、はい、イエーイ、はい、よくここまで、なぜ生きてこれた今まで。高速道路を利用しないで、はい、お前は何でも揃ってたんで、地元に。ああ、なるほど、はい、みんなに支えられて育ったってわけだ、はい、まあそうですね。初の高速道路が東京ってやばいな。でも私、眠気覚ましのためにあのチョコラ飲みました。寝るな寝るな、寝ないって。でもちょっとミンミン打破にした方が良かったです。まあ、初めての東京の高速道路で寝たらすごいぞマジで。こっからスタートしていきましょう。やべえ、車なんかブレーキとかもう、でも絶対そんな余裕ないよ。やべえ、英語禁止ゲームスタート。今から禁止です。ふぅ、怖い怖い。方向指示器出して。出した。巻き込み確認ちゃんと。はい。オッケー、いない。いない。オッケー、大丈夫。ああ。はい、止ま、はい、そう、あ、やべ。ウソ、もう3回言ってますよ。マジで？え、嘘？え、嘘？え、待って、全然気づかなかった。え、言ってない？え、嘘？もう300円ですよ。へえ。おもろいね。チーズバーガーにしたいと思います。あら、あれ、ボタンこれじゃね？あれ、あ、それじゃん。あれ、お金入ってる。え、あれ、ちょっとお金入れた。あ、出てきた。出てんじゃねえか、おめえ。全部出てた。出てんだよ、おめえ。ゴムっていうかね、ヤゴムっていう。君はエビカツを選ぶなんて、お目が高いね。今作ってるからね。いや、この人いるから、中に。この人中にいるから。今、こうやってやってるから。こうやってやってますよ。ほら、ちょっと、耳すらしめ。
うん、いいお前言うかよこれじゃあ醤油ラーメン買います。あら、うわすげえ、どうやって出てくるんだ最新、ラーメン出てくる湯気で、待って下がなんか、あ、待って、やばい、ラーメンセットこれ本当にさ、この状態で出てくるんだから、え、さすがにだって1280円ですよ。どうぞ、こういうお土産みたいにドワーって落ちるよ。それはなくレブレー、来いよお前ら。何か、お前の力はその程度だったようだな。おい、何してるの。で、突撃して、うわーっていう反応取りたかったよ。で、誰もいなかったやろ。ちょっと俺開けて気づいちゃったよ、隠れてんの。やめてくれよ。だろ。で、一回下がって、そう、で、もう一回やって、一言目がうめーでしょ。そう、育ち悪いよ、やっぱ。違うですね。違うもあれよ、育ち悪い。そう、一緒じゃねえよ。一緒で。俺は親がね、温かく。今日ですね、はい、編集者企画来ました。怖いやつ。編集者企画。編集者企画。うるせえ、言うんじゃねえ。怖い、もう。編集者企画、はい、何をやるかというと、はい、地球組、ただの地球組じゃない今入ってる、多分テロップ入ってる。地球組、地球組じゃない続きは続きは、はい、テロップ出さない、超巨大地球組作りましょうということで画面入ってねえよ、もうテロップいっぱいになって、お前もう。さあ、ということで1キロのゼラチン固まりました。ありがとうございます。すごい、これでもう固まります。確実に決定しました。もう大丈夫、君たちはもう大丈夫です。じゃあもう帰るよ。帰るな、そういう大丈夫じゃない。そういう大丈夫じゃない、違うから。一体感持とうぜ、一体感持とうぜここまでやってきたじゃん、ここまでやってきたじゃん。先輩風がすごい。博士、なんだ、ここに置いてたら何回作っても飛んでっちゃう。なんだって。ツルツルしてるもん。改良の価値があるな。改良のヨッチ。ヨッチじゃない。誰だその男は。違う、改良のヨッチ。ヨッチ。違う。え、何、え、バカだ。え、何、改良のヨッチ。改良。誰だその男は。知らねえよ。バカ生だ。今これを改良するからちょっと待ってなさい。わかりました。最終問題第3問、はい、空腹している状態を可愛く言うと何と呼ぶ。わかった、わかった。一度見でした。一度見、やっぱりね、可愛らしさを持ってるから、はい、可愛くないから、ほらこれ可愛さがわかるよ、だからねえそれでは最終問題ちょっと目が隠させて、なんでなんでなんで、僕もこうどうなるかわからない。それではなる、お願いします。顔、なる顔、頑張れ。怒ってる、怒ってる。
ちょっと何これ何それ何よこれあ食べれるなんで泣いちゃったのなんでこんなもの持ってくるの泣いちゃった先生泣いちゃったあの飲み物はね、水分補給は大事だからね、うん、大事ですちょっと見てもいいかしらはい、はい、見ていくわねえ、お茶しかダメだよカラカラって音がするわね氷入ってるのかな氷じゃない いや、水の音がしない気がするけどうんこしやこれはうんこじゃないなに何一瞬厚切りベーコンかと思ったやめなさいよやめてくださいあーちょっとちょっとやめてくださいあちょっとやめてなんでちょっとヨッチくんあヨッチくん羽が生えてるわなんかちょっと形が中途半端開いたヨッチくん羽が生えてるわどういうことどういうことえヨッチくんどうしたのヨッチくんしてたことがあります僕実は鳥なんですもう前代未聞だこれいっちーちゃん昔鳥飼ってなかった鳥なんかでも出て行ったって黒いちゃん僕だよもしかしてピーちゃんピーちゃんだよピーちゃんピーちゃんこんなんじゃないよもう私の思ってたピーちゃんがもっと可愛かった僕はピー大人になって帰ってきたのいやピーちゃんいつものやつやって分かった観覧車ってやつ観覧車観覧車ピーちゃんやだピーちゃん押さないでくれ俺を押さないでくれドゥ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 ホームランじゃないよいってーよっしゃ気持ちいいなこれはアドバイスしてあげる、うん、今の君は、はい、顔がね先にいってる顔だから普通はこう、はい、こうなの君のをやるとこれです顔が違う顔が誰かなるほどねそれじゃあ強制が飛んでしまうバット回りした後にスタッフから地獄のケツバットを受けるなんだそれ困るよそれはいいいじゃあ何の時間これいや何よっぽりかかってんすよいただきます。バナーの、あ、サビバックです。はい、大丈夫です。最初はね、全然来ないんですよ。全然来ないんですけど、後からその刺激が来るというかですね、はい。口でいこう。ちょっと。あ、でもなんかあれ？あれ？あー、ちょっと痛い。痛いでしょ。後から来る。ちょっと痛い、ちょっと痛い。後から来るんですよ。これ、鼻の下が痛いのこれ。そう。あ、後から来る。鼻が痛い。あ、ちょっと。のハハ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 アートやアート。やばい。